オレオブラウニー作ってくださいって土下座されたから今日はオレオブラウニーを作ってくよ。細かく刻んだブラックチョコレート 200g と無塩バター 120g 入れて 600W で1分レンチンしていくよ。今回は有塩バターを使ってみました。混ぜ混ぜしてまだチョコが溶けてなかったら10秒ずつレンチンするんだよ。わかった？で、綺麗に溶けたらここでオーブンを180度に予熱してね。この中にグラニュー糖 80g 入れて混ぜ混ぜして、次に卵を3つをね1個ずつ入れてその都度混ぜ混ぜするのさ。で、牛乳 60g を入れて混ぜるんだけど、生地が硬いからこんな感じで優しく混ぜてってね。綺麗に混ぜ合わさったら薄力粉 100g とココアパウダー 20g をふるい入れて混ぜ混ぜしていくよ。で、好きな方にクッキングシートを敷いていくんだけど、型にバター塗ったら海苔代わりになるからつけてみて。で、生地を流し込んで角にも生地がいくようにしていくのさ。で、最後にオレオをトッピングしていきます。このパッケージのオレオ、青いオレオっぽくてなんか可愛くない？オレオはね、割り入れてもいいし、そのまま丸ごと入れてもいいんだけど、オレオを砕きすぎたら出来上がった時にね、包丁で切る時なんかポロッと落ちちゃうから、そこは好きにトッピングしててね。予熱し終わったオーブンで20分から25分焼いていくよ。出来上がったら竹串を刺して先っぽにドロッとした生地がついてなかったら OK なのさ。粗熱を取ってからブラウニーを切っていきます。切る時はね、小刻みに切るっていうの、そう、あんまり包丁動かさずに切ると切りやすいのさ。はい、ということでできました。可愛い子ちゃんね。味はね、オレオとブラウニーもうそのまんまそのまま美味しかったです。なんかさ、オレオ使ったら一気におしゃれに見えるよね。ちなみにね、ラッピングは名前わかんない袋に入れてみたの。これなんて名前なのかな、ちょっと知らねえなんだけど。で、あの上の部分を温めたらなんか袋が塞がるみたいなやつを買ってみたの。こちら5000円ぐらいしたんだけどね、これちょっとどうしてもこういうの作りたくて、可愛くないシール、ちょバレンタインっぽくハートにしてみたんだけど、これチョコレート、みんなわかると思うけどチョコレートって書きました。チョコレートって書かなくてもわかるんだけどさみんなも作ってみてね。じゃあねー。